はい、皆さんこんにちは。レアです。タカです。エッティブログです。チャチャーン、パッケージが届きました。はい、今年のクリスマスパッケージがドイツから届きましたので、毎年レナのお父さんとお母さんがドイツから日本にはるばるパッケージを送ってくれるので、今年もこの時期がやってきました。この中にいろいろうわぁ中の茎が潰れた気がする。マジで。では日本とドイツの郵便の違いだね。よし、早速パッケージをオープンして何が入ってるかチェックしたいと思います。はい、オッケー。じゃあ、チャチャン。おお、あ、クッキーめちゃった。クッキー出てます。うわ、すごっ。お父さん失敗したな。あ、破れてるもん普通に。これが、これだね。見て、この子ががっつり破れてる。あ、やばいやばいやばい。これな、この破れ方ってことは最初から破って入れたんじゃない？お父さんとお母さん最初から破って入れたんじゃない？でもこれ大好きだよ、このクッキー。これがタカが好きじゃないもので、シナモンが入ってるやつじゃない？いろいろスパイスが入ってるから、これはスペクラチオスというクッキー。匂い嗅いでみて。香辛、なんかスパイスの匂いがすごいね。タカが好きなやつ。めちゃくちゃいっぱい入ってますよ。キンダーチョコレート、これは美味しい。皆さん知ってますか？食べたことありますか？キンダー、あのチョコレートになんかミルククリームみたいなのが入ってて、すごい美味しい。で、これクリスマスパッケージになってて、これがドイツで有名なレープクーフン。これもまたスパイスが入っている、ドライフルーツとか加えたこうチョコグレーズのクッキー。シナモンの匂いしない？まあ、全部シナモンがよく使われているよ、うん、まあクリスマスだからね。そうそうそう。これも同じものです。なんか全部半分開けてるものを送って、何それパパ。え、これさ食べたんじゃない？え、これは食べてるじゃん絶対に。これ自分で開けてねえ、食べかけを送ってきたね。パパ。ここちょきちょきって破って自分で食べてテープで貼って送ってきてる。もしかしたら美味しくないから俺らに送ってきたかもしれない。これがこれの小さいバージョンで、真ん中にコアにジャムが入っている。俺これは好きかな。日本人の人これはね好きな人多いと思う。美味しいよ。うん、これがマーチパンカトフェン。じゃがいもってこと？違う。え、カトフェルンってじゃがいもじゃなかった？そうだけど、形がじゃがいもみたいな感じだからその名前になってる。本当だ、じゃがいもみたい。でもじゃがいもじゃないよ。これタカの嫌いなやつだよ。俺の嫌いなやつばっかじゃん。大丈夫？これがでも俺食べたことないから食べるの楽しみかもしれない。はい、マジパンだよ。じゃあいいや。レナがカルディで買ったマージパンのシュトレン、シュトレンマージパン3つ買ってるからね。でもこれねよく売ってるから皆さんぜひ1回食べてみてください。はい、口に合うかどうか。このマージパンが入ってるやつはほとんどないよ、うん、シュトレンはいっぱいあるけど、マージパン入りのシュトレンはなかなかなくて、ドイツ人はマージパン入りのシュトレンが大好きってことでね。日本人はね、多分あんまり合わないと思う。そう、だから普通のシュトレン、うん、ノーマルシュトレンを買って食べてみるのがおすすめ。そう、クリアになりましたね。これちなみにさ、全部マージパン入りなの？イエス。おいおい。まだいっぱいありますよ。はい、まだいっぱいありますよ。じゃあ、もう一個タカが好きじゃないやつだね。出ました。これは何ですか？これもマージパン入りのものですけど、マージパンばっかやん。マージパンしか送ってこんじゃん。いや、クリスマスイコールマージパンだ。ちなみにマージパンは何なんだっけ？アーモンドを削ったやつで、めちゃめちゃ砂糖を加えたペースト、うん、それが入ってるチョコレート。イエス。で、ここが何これ？ポピーシードの、これがケーキを作るために使ってるものだから、そのままでは食べれなくて、これでケーキを作ります。
じゃあ、うわ、でっか、何これ。こんな感じでスーパーに、ドイツのスーパーに売ってる。なんかドイツだとクリスマスの時にクリスマスクッキーを作るんだけど、家ですごっ、いろんな種類が欲しい人はこういうバラエティパックを、だからチョコがあるやつと、なんかこうナッツが入ってるものとか、あと、まあチョコグレーズとかジャムとかいっぱい入ってる。最後は、お、最後に来ました、レラのお母さんが送ってくれた大好きなお酒のおつまみ全くクリスマスと関係ない関係ない、でもいつもこれ送ってくれる、このサラミ、これね、抜群にビールとかお酒に合うんでね、で見つけたらぜひこれ食べてみてください。ということで大量に届きましたけども、はい、今から食べたいと思います。できましたね。できましたよ。これあとキンダーチョコ、俺が食べれるのはキンダーチョコだけですまあこういうクリスマスプレートはクリスマスの1ヶ月前ぐらい3時のおやつとして食べる、それがドイツの文化だね。イエス。だからリビングのテーブルにこういう常に置いてある、クリスマスクッキーバケットが常に置いてあってバケット、バケットじゃないでしょ。いや、もっとこんな日じゃないよこんな日じゃなくて、いや、これの4倍、これの4倍ぐらいのでかい皿にババ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 って置いてあって、で、みんなミルクとか持ってきてこう食べながら喋って、だからみんなクリスマスの時期には太るんじゃない、かなり。だからずっとこれ食べてんの。だから、うん、太りますよ。恐ろしいよね。かなり太りますよ、ね、それがドイツのクリスマス文化です。そう、だから私もその次の1ヶ月で太るつもりでな、このお肉な。じゃあ、いただきます。いただきます。唯一の美味しいもの、こういう感じなのよ。あ、そうそうそう、見えるかな、中にミルククリームがある、外はミルクチョコレートがある、そういうことです、うん、美味しい、子供向けって感じだね。まあキンダーってドイツ語で子供って意味だから。あ、さっきのジャガイモ、半分、めっちゃジャガイモみたい、可愛いでしょ、超ジャガイモじゃん。半分食べて、絶対にそうじゃない。いや、いけるいける、もったいない何これ鼻からこう抜かないと匂いを食べて飲み物、飲み物必須よく飲み込んだね、うん、あ、半分いってって言ったよ、食べてって言ったでしょ食感もクッキーって感じじゃなくて、うん、こう、なんて言うんだろう、ペーストされたものがこう固まってギュッてされた感じ。あ、これさっき言ってたレープフォーフ、あの中にジャムが入ってるチョコレート、うん、うん、うまい、おいしいよ、チョコとジャムが違う、こう中にヒントが合わないけど、これは美味しそうだね。うん、なんか間にもなんか挟んでるっぽい、チョコレートに半分、うん、美味しい、うん、クッキーとクッキーで中にジャムみたいなものを薄く入れて、それをこうクッキーでサンドしてるから、食感がめちゃくちゃ美味しい。で、外にこのホワイトココナッツパウダーみたいなものがまぶされてるから、うん、味も美味しいし食感も美味しい。ちなみに去年も送ってもらったじゃん、ママに。あ、まだ残ってます。いや、これ誰も食べてないよ動画で食べた後、二人とも食べておらず進んでませんので。何、今日もう一回食べようとしてる。いや、1年経ったらさ、いけるかもしれんじゃん。これ皆さん知ってますか、ハリボーの、あ、リコリス、ドイツ語だとラクルツっていうグミなんだよね。多分日本でもたまに味覚いると思うけど、ぜひトライしてみてください。レナは食べれるよ。食べれるけど、前回の動画見てみてください。こう、たまに食べて、くそっうわぁうわぁ、いらんこれから いろいろ家をデコレーションして、そうだ、まだクリスマスツリーとか作んなきゃいけないじゃん。あ、ちなみに買ったよ。何を、待ってて。何を、おい、勝手に勝手にいろいろ買ってくるんじゃねえ何を買ったの？
もう家に置くスペースないよ。大丈夫大丈夫。わかる？大丈夫大丈夫。これクリスマスツリーを買いました。ちっちゃ。作る？あ、これにしよう。今年のクリスマスツリーはこれにしよう。もう今年はあのでかいクリスマスツリーを飾る場所がないよ。飾りますよ。あ、めっちゃ可愛いじゃんこれ。出来上がりました。ミニミニクリスマスツリー、超可愛くない？超可愛い。はい。何をやってるの。できました。はい、じゃあクリスマスの準備がこれでできましたね。完璧。はい、じゃあこの動画をここで終わりにします。ぜひクリスマスツリーとクッキーでね、今年は日本風じゃなくてドイツ風のクリスマスを味わってみてください。せっかくこのチャンネル見てるので。そう、ではこの動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。